にちは、三年食太郎です。今日はですね、山梨県にね、今来てます。ちょっとね、お友達と今山梨にちょっとプチ遠征みたいなので来てるんですけど、なんかね、山梨の富士山のね、世界遺産センターというところで、なんか、まあ、期間限定かわかんないですけど、なんかチャレンジメニューがね、やっているということなのでね、今日はちょっとね、そちらのためにやってきました。余裕じゃない？ご飯2キロ。お腹が空いてるから何でも美味しいです。はい、じゃあどうですか。ありがとうございます。じゃあちょっと最初にオレンジジュースで乾杯。いただきます。私もとりあえず美味しい。これ富士山、コップが富士山になってる。え、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。めっちゃ可愛いんです。ありがとう。はい、ってことでやってきました。なんかね、すごい。本当海みたいな、多分富士山をね、イメージしたカレーなんですけど、すごい青色のカレー、ちょっと初めて食べるので楽しみです。30分なんでね、ちょっと頑張ります。じゃあ行きます。はい、じゃあ用意スタート。はい、いただきます。一回置いてからにしよう。いただきます。いただきます。カレー確かにルー気になる。青い、ね、いただきます。うん、お、なんかすごいクリーミー。シチューっぽい、シチューっぽい、なんかちょっとクリームの両方、なんか両方味わってる。うん、カレーとシチュー両方って感じ。美味しい、本当美味しい。うん、え、本当に美味しい。好きな味が、ね、このカレーだったら泳げる。泳げる。ここで泳ぎた。ベースはここなんだ。あと乳製品を使った。本当に全然青色のカレーだけど食欲が増す。本当に美味しいんだけど、びっくりする。あの先入観から入る。やばい。厚さが、うん、
いですよね。うん、すいません、あ、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。すごい速さでした。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ完食記念にマグカップのプレゼントです。はい、ありがとうございます。めっちゃいい。マグカップをもらいました。なんか他に頼んでもいいですか？はい、ありがとうございます。じゃあこちらは、はい、いいですか？ごちそうさまで大丈夫です。はい、ありがとうございます。タイムが14分7秒残したんで、15分ぐらい、16分ぐらいか、16分ぐらいでした。ごちそうさまです。ちょっとね、あまりにも暑いんでね、ちょっとアイスをね注文しました。ストロベリーとバニラのアイス、あとリンゴジュース、ちょっといただきます。うん、うん、美味しい。ついまさかアイスを食べることになると思ったこの時期。めちゃくちゃ熱くないです。殺されるのかかわいい。茶色の方が明るく見えますよね、うん、私もね、基本、まあ、人にもよるのかもしれないけど、その黒やるとめっちゃなんか全然パッとしなくて、うん、でマジ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 めっちゃ言ってる。うちの次男もめっちゃ使ってる。ごちそうさまでした。いや本当にね、美味しかったです。あのね、青いカレーってね、多分初めて食べたんですけど、本当にあの見た目とは全然違ってね、すごいクリーミーでコクのあるカレーでね、本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。あの富士山カレーね、1人前も普通にあのお店で食べられるみたいなんで、お土産とかでも扱ってるみたいなので、ぜひぜひ山梨のね、富士山世界遺産センターに来られた際はぜひぜひ来てみてください。じゃあ今日もありがとうございました。最後のチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。